新年明けてもう2週間経っちゃいましたね。この間まで明けましておめでとうございますだったのに、もう14日ですよ皆さん。今年も頑張っていきましょう。あっという間ですね1年は本当に毎年思います。ということで今日は買い物行ってきました。見ての通りですね、すごい今日も札幌はすごい天気が悪い日が続いてて、今日も天気が悪かったんですけど、その中で買い物行ってきました。僕が買っているもの今日は載せたいと思います。よく行くスーパーじゃなくて初めて行くスーパーだったんですけど、大体買うものはどこのスーパーでも一緒なので、今日それを紹介していきたいと思ってます。はい、まずはステーキですね。ステーキ、牛肉のステーキですね。これを2つ。僕牛肉がすごい大好きで、必ず毎朝はステーキから始めるっていう感じです。まあ、夜もステーキ食べることが多いですね。もう本当に牛肉ばっかり食べてます。あとは豚肉です。豚肉ですね。で最近はもう牛か豚かどっちかって感じですね。で今は減量も、減量ダイエットもしてないので豚肉も食べるよってことですね。まあ、なるべくやっぱり脂身の少ないやつを選んできますけど、脂っぽいのちょっと苦手なので豚でも脂身が少ないやつを食べてます。鶏はちょっと今食べれないです。食べれない。減量の時食べ過ぎちゃってもう鶏肉が苦手になっちゃってるので、増量期は鶏肉を食べない感じですね。減量期の、まあ、最終最後の方になってきたら嫌でも食べないといけないので、今はもう鶏肉は食べてないっていう感じです。次続いて卵です。卵10個。卵は僕は1日もう10個ぐらい食べるのかな。常に冷蔵庫に、卵はあるっていう感じです。減量期になってくると黄身は1日2つぐらいしか食べないんですけど、今は結構、まあ、10個も食べないんですけど、結構多め、黄身も食べてる。はい、あとはブラックコーヒー、って感じです。ブラックコーヒー必ず僕毎朝飲むので、卵と一緒で冷蔵庫に入ってるって感じですね。朝こう眠たい時とかカフェインが入ってるので、これを飲むと美味しいんですよね。もうコーヒーが大好きなので、カフェインも、カフェイン好きなんですかね。ということでちょっと飲みたいので今飲んでいますね。
結構いろんなこうブラックコーヒーをメーカー飲むんですけど、今日ちょっとタリーズを買ってみました。今ちょっとどこが一番美味しいのか僕なりにいろんなところを買って試してるだけです。一番美味しいブラックコーヒーあれば皆さんのおすすめだったら教えてください。いただきます。やっぱいいですねコーヒーは。もう夜ですけどね、あんまり飲んで眠れなくなっちゃわないように気をつけたいと思います。コーヒー美味しい。であとはですね、今日はちょっと無調整豆乳とバクラコーヒー、これちょっと昔飲んでてですね、普段は全然飲んでなかったんですけど、今減量もダイエットもあまりしてないので買ってみました。もちろん減量期になったら飲まないですね、こういうのは。これを僕は半分ずつぐらいの分量で割って飲むのが好きなんですよね。昔からやってました。高校生ぐらいからか。気になった人はちょっとやってみてください。はい、あとは次はオートミールです。減量はしてないんですけど、僕結構オートミールが好きなので、年中食べます。で、食物繊維とかも入ってて、体にいいので、なんかしかも結構力出る感じするんですね。僕は結構相性がいい炭水化物なので結構年中食べます。僕は、オートミール、オートミールだとこれ僕一番好きです。プレミアムピュアオートミール、本当粒子がちっちゃくて舌触りがいい、食べやすい、これが一番僕は好きです。はい、っていう感じですね、今日帰ってきたのは。僕スーパー行ったら大体こういう感じです。もう結構買い物決まってきてますね。肉、卵、あとたまに魚、コーヒー、あとなんだろうな、ヨーグルトとか、あとたまに果物も買ったりしますね。ビタミンとか取りたいときは、果物買ったりします。あとこれをもう毎回自分で調理して、なるべく自炊をするようにしてて、もちろん外食もするんですけど、なるべく自炊して、自分が口に入れるものはちゃんと自分で作るようにしております。体はやっぱり食べるもので作られるので、やっぱり自分の手でちゃんと作って食べます。なんてことない動画なんですけどね、たまにはちょっと載せてみたいと思っております。ということで、今日は僕が買ってきた食材ですね。スーパーで買い出していくと大体こういうものを買いますっていう、動画でした。あとはプロテイン何飲んでるんですかとかっていう質問をいただくんですけど、僕はこれですね、スタンダードさんの、ホエイプロテイン、これはダブルリッチチョコレート味です。僕はもう増量期減量期関係なくこれを飲んでますね。WPI っていう種類になってますね。結構やっぱ脂質少ないプロテインだと、味が結構美味しくなくなったりするんですね。やっぱり脂質があるので甘く感じる、美味しく感じるんですけど、これ結構脂質も少ないのに美味しいんですよね。プロテインは僕はこれを皆さんにお勧めしてますね。自分も飲んでるんで、やっぱり自分が飲んでないものを人にはお勧めたしたくないですね。やっぱ自分がいいと思ったものをやっぱり人に勧めたいっていうのがあるので、何でもそうです。トレーニングもそうですしね、自分が普段やらない種目とかやっても体感できなかったとかは人には絶対勧めないですね。自分が美味しいと思ったものを勧める、自分がいいと思ったトレーニング方法を勧める、なので自分で結構いろんなものに、挑戦してみたり、いろんなものを食べてみたりとかして、自分で経験するってことですね。それをインプットって言いますけど、インプットしてそれを一本取るのをお客様とか周りの人にアウトプットするっていう、それが大事なことだと思ってますね。あとは前も紹介したんだけど、サイズオンってですね、ギャスパリのサイズオン、それはもう増量期の時に本当におすすめなサプリメントですね。グレープ味もあります。僕はグレープ味の方が美味しいかな。僕はですね。
とアナバイトっていう、サプリメント。これはもう必ず毎日、毎食飲んでますね。ビタミン剤ですね。やっぱどうしても野菜とか、ビタミン、ミネラルとかはどうしても1日で野菜とか果物で取れないんですよね。相当な量になっちゃう。それを補うためのビタミン剤。でしっかり、食材とかでタンパク質をしっかりとってもちゃんとビタミン、ミネラルが足りなくてうまく吸収されないことになってしまうので、ビタミン、ミネラルも大事にしてます、っていう感じですね。僕の普段の食生活は今の増量期の、また減量期になってきたら、細かいいろんな段階踏んで、カロリーを出していったりとか、GI 値を気にしていったりとかあります、今日はとある一日の食材のご紹介ということでした。何かの参考になればいいと思います。今年ももう14日ですね。皆さんどうですか。今年始まりましたけど、当初の目標うまく立てられて進められてますか、計画通り。何事もね、やっぱり努力が報われるじゃないんですけど、頑張らないと結果出てこないと思ってますので、諦めずに頑張っていきましょう。もちろん僕も頑張っております。もう今年もですね、2週間経っちゃったので、息がすごくて、事故も、風邪もひきやすい、そんな札幌ですけど、怪我もせずに健康に明るく前向きに頑張っていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。